ワンピース累計発行部数5億部突破でギネス世界記録更新。おだっちすげー。木5000本くらい、1億冊くらいは倉庫の中に眠ってそう。惰性で買ってるとしてもすごいな。150まで続くんだろ。そのうち何冊がトイレットペーパーなん。で、鬼滅より面白いん。どっちもすごいでよくないか。アラバスタは面白いで。新世界以降の話は侍八並みのゴミやけど、こういうやつって大抵まともに読んでないにわかよな。エニエスロビンまでのクオリティが高いのは同意だけど、それ以降がサム8レベルはない。サム8なんて面白さのかけらもないゴミだぞ。新刊が初版400万部で実売150万部だから半分以下やね。資源の無駄すぎない？こういうやつって大抵まともに読んでないにわかよな。エニエスロビンまでのクオリティが高いのは同意だけど、それ以降がサム8レベルはない。サム8なんて面白さのかけらもないゴミだぞ。忖度して無理やり吸ってるけど、実売はこの半分なんちゃう。そのままシュレッダーでといっての元やろ。買ってるやつがすげえ。 Y が買えたとしても20巻までや。突破も何もいくらするかのさじ加減だよね。発売日に書店コンビニに並べる分なんだから、突破も何もいくらするかのさじ加減だよね。発売日に書店コンビニに並べる分なんだから。新世界編も面白さのかけらもないゴミやん。そのくせやたらと長いし、誰もが思うんやが球体ならなぜ逆回りができないのか説明あったっけ。ワンピースの正体分かったら後世に語り継がれないから、そろそろここらで終わってほしい。マジやばいよな。 CM、 YouTuber に案件、バラエティ番組で大麻、雑誌とコラボ、ソシャゲとコラボ、駅や街に広告ポスタードカーン。尋常じゃない映画の宣伝がやばいわ。意外と売れてないんだな。100億とか平気で言ってると思ってた。実際とんでもない漫画なのに、低く見られるのはこの見苦しさが透けてるから。 Y はむしろこけた言い訳できないから歓迎やで。芸能人にステマさせまくって地上波でワンピース王とかやったり、ヘキサゴンファミリーに主題歌歌わせたりしてた。ゴリゴリの電通漫画なのは元からやし、バトル漫画なのにバトルがつまらん。もうミステリー漫画だろ。これでいくらいくんやろな。100億はいかないとやばいやろ。単純にダラダラ引き伸ばして話の質がどんどん劣化して、絵もごちゃごちゃになって、設定が後付け祭りでガバガバになってるからだろうな。マリンフォードの勢いで最終アキラやっとけば名作として語り継がれてたと思うで。売り上げやなくて部数やぞ。100億部数なんていくわけないやん。商業作品としては世界一売れたハリーポッターですら同じ5億部なのに、田舎のコンビニですら10冊単位で仕入れてるのすげえわ。どこ行っても40冊くらいあるのほんまウケる。海外だけでも1億部超えてて草。発売即完売はないけど、ワンピは置いとくと必ず売り切れるんや。言うても優等生やで。なんでそんな嘘を平気でつくんや。もうかなり前夜がコンビニや書店でバイトしてた時、コンビニのワンピって放置されて日焼けしてるあれか。小田くんちがふるさと納税どんなの頼んでるのか見てみたい。こんだけ宣伝しまくりなら1、4鬼滅は行くやろ。最低ラインが1、4鬼滅として1、3鬼滅行けば成功ってことでええか。ゴールドの時だっけ第1弾の入場者特典配りきる前に第2弾始まったの。1冊売ると40円小田くんに入るとして、印税だけで200億円か。カイドウ、ポットでの小僧が鬼滅ら、俺と発行部数のやり取りができるっていうのか、できませんでした。鬼滅の人気もやばいけど、20年以上も人気保ってるワンピースってすごいよな。別に負けてもすごい売れたことには変わりないんじゃない。今回の映画この分だと400億はいくんかな。ワンピですら103巻なんか。そう考えたら良い意味でも悪い意味でも初めの一歩ってすごいな。和の国とかいう最悪のエピソード、和の国が最悪とかワンピース読んだことなさそうだな。瞬間最高風速の鬼滅、ロングランのワンピース、ワンプと鬼滅びどっちもギネス持ちやから仲良くしろよ。ドラゴンボールですら持ってないのにこの2つが同時代に連載してたのは奇跡やで。ワンピはノックに引き伸ばしすぎやし、クイーンとジャックは大したことないしとか思ってたが、最後の桃の大見えで泣いても歌は、未だにワンピース叩き続けてるドラゴボ信者おじさんとかトカシ信者おじさんとか必死すぎて怖いわ。なんでワンピって毎回電子書籍は1ヶ月後販売なんや。別のサイトやと5億1000万部になってるな。25年で5億部もすごい。5年で1億5000万部もすごい。オタクが散々とやってたバイオレットエヴァンガーデンなんて50万部とかそこらやぞ。氷河期世代のワンピース評論。イーストブルーは面白い、自分がまだ10代だから。アラバスタは面白い、自分がまだ20代前半だから。ウォーターセブンは面白い、自分がまだ20代後半だから。頂上戦争、つまんねえ、自分が30迎えたから W。和の国、ほらあつまんねえ、ついに40代になって人生終わったから WWW。氷河期世代イライラで草。